古代の福岡を歩く。遥かな昔、海の道からそして陸路を通じて福岡にはさまざまな文化が入ってきました。その足跡を訪ねる古代の福岡を歩く。この番組は宗像市、福津市の企画協賛、道の駅宗像、福岡県商工会連合会、餃子の山八の提供でお送りいたします。こんばんは、坂田修大です。 RKB ラジオの海の道シリーズシーズン3が始まりました。今回のシーズン3では古代の福岡を歩きます。その1回目は筑紫郡中川町を歩きます。弥生時代の那国の王墓ではないかと言われる春日市のすぐ岡本遺跡付近から、さらに中川を遡っていったところに広がる中川町。1回目はここから歩きます。ここには興味深い場所や話がたくさんありました。ご案内を歴史ガイドボランティア中川の白津美恵子さんにお願いしました。まず荒人神社から訪ねます。ここはもう日本でも最も古い、神社というふうに言われておりまして、で神話の中にイザナギの御事とありますよね。でイザナギの御事が黄泉の国から逃げ帰って、筑紫の火迎えの立花の尾戸の淡木原というところで禊ぎ払いをしたんですね、はい、その時にお生まれになったお神様でありまして、川の水のなんか下の方で清めた時に底つつの尾の御事、はい、で真ん中の方で清めて中つつの尾の御事、はい、そして上の方で清めたところに上つつの尾の御事という、まあ三柱のお神様がお生まれになったんですね。住吉神社、はい、ございますね、あれと関係あるんですか。はい、ございます。で話によりますと、はい、神宮皇后という方がいらっしゃいまして、日本書紀の方に出てくるんですけれども、神宮皇后が大陸遠征された時ですね、はい、普段神様は姿を現さないんですけれども、はい、姿を現して神宮皇后の御身を守ったと、そのことに神宮皇后は非常にもう感激なされて、はい、あなたは荒人大明神と名乗りなさいっていうことで、はい、なんか無事凱旋して戻られるんですよ、はい、で粕屋の小山田の祝いの宮で天の神地の神に、あの時私を助けてくれた荒人大明神はどこにいますかとお尋ねになったところ、はい、この地ですね、ここにいらっしゃるというお付けがあったわけなんですよ、はい、で、神宮皇后が今度九州から大阪の方に戻りますよね、摂津の国に、はいはいはい、その時にこの摂津も住みよい国になればっていうこと、それから住吉になったんですよ、その住良い国がですね、はい、でその、住吉っていうことが出て、ここの、霊権新たかな荒人の神をそちらにも祀ったというふうなんですね、はい、そして背振りの山もそうなんですけれども、上宮中宮下宮というのがありまして、はいはい、東門寺、これは秀吉によって廃止させられたんですけれども、はい、それが上宮で、中宮が霊泉寺、これはお茶の陽西禅寺がお茶の種を、そこで栽培したというふうに、はい、で下宮の修学院、これは今もございますけれども、なんかそんなふうに、ここの中川町の荒人神社も上宮で、ここも上宮なんですか、はい、そして長野住吉神社が中宮、そして博多の住吉神社が下宮というふうに聞いております。で、ちなみにその長はですね、今は日曜日の日に佐賀県の佐と書きますね、はい、で長と言いますけど、はい、本当はですね、物申す火の上が
空間が空いてる申すという字がございますでしょ、はい、本当はあの字だったんですよ、まあ、なぜかと言いますと昔はですね神尾長っていうところは百済の方の通訳が住んでるところだったんですよ。で下長っていうのが漢 の, あの通訳の方が住んであるところだったんですよ、はい、でまあそんな風にこう通訳の人たちが住む地域っていうことで長っていう地名があったんですよね、はい、で平成12年ですね、あの都市高 の, あの外のあの道を作る、はい、環状線、環状線あの外のね、あれを作る時にあの発掘調査がされたんですよ、はい、たらあのそれこそ6000年も前もあの朝鮮とかその中国の方とやっぱり交流があったというそういう遺物が出てきてるんですよね。その長、はいはい、あの辺ですね、あの辺がですね、でまあ、そんな感じで、まあ、住吉神社とはそういうつながりがある。あ、はい、だからこの、まあ、3人の筒の尾御事がございますよね、はもう住吉三神っていうふうに言っております。はいはいはい、この荒人神社は現れる人と書いて荒人神社と言います。白津さんの話によりますと底筒の尾御事、中筒の尾御事、上筒の尾御事の三柱の神様が神宮皇后が三冠出征の際に水先案内をされた。そして無事に帰国できたので大変喜んで神様が現世に姿を現したというので荒人神とします。あなたはどこにいるのかと聞くとこの地、つまり中川町にいると言います。そして神宮皇后は大和へ帰った時に住吉の地にも荒人神をお祭りになったことから荒人神は住吉三神とも言われるようになったということです。つまりここは住吉神社発祥の地ということになります。あのここは戦国時代で戦火にありまして、1586年に島津と秋月の連合軍でもう全部焼かれてしまったんです。はい、だからそれまでの、まあね、演技式、まあ、そういうものを全部焼けてしまったもので、もう何もないんですね。何もない、でここに鳥居が、ね、ございますけれども、大きな鳥居ですけどね。 ありがとうございます、石の鳥居ですね。そうなんですね、これが 5.15 高さがあるんですよ。でこちらの左の柱の方にですね、聖徳四年っていうふうに書いてあります。聖徳四年、書いてますね。これは、これはあの1714年になるんですね。17世紀、はいはい。そしたらその、まあ、戦火にあって、島津のためにここの、まあ、佐伯あの新あのなんていうかな新官さんたち皆さん殺されますね、でそこで唯一7歳の松千代っていうちっちゃな子供だけ生け捕りにされるんですよ。で島津の兵たちはその子を連れて帰ろうとしたら、この辺の氏子さんたちがですね、泣きながら大切なあの荒人神社の跡取り息子だから返してくださいと、熊本までずっと泣きながら追っかけていったそうなんですよ。まあ、話によりますと天草の方まで行ったらしいみたいなこともね、聞いたこともあるんですけれども、でやっとの思いで返してもらって、そこから21代目が今の佐伯宮司なんですね。あ、はいはい、そうなんですよ。でそれほどあのなんていうかな、あの氏子さんたちは大切思っていたけれども、再建なされたのはこの1714年じゃないですか。もう120年ぐらい経ってるんですよ。だからまあよその、ね、鳥居に比べると、あ、これかみたいな感じかもしれないけれども、その120年間 の,、まあその12の村の人たちの氏子さんたちのなんか思いがこれに込められていると思ったらですね、なんかこう歴史を知ってからこの鳥居を見る目が私はちょっと変わったんですけれどもね。はい、ね、はいはい。本殿が50メートルぐらい先にあるんですけども、じゃあその本殿の方に行きますか。そうですね、はい、そしてこの鳥居はですね、もう俗世界と神域との境なんですね。で鳥居に入る前はあの私も教えていただいたんですけれども、なんか一礼して入るそうです。そして真ん中がなんか神様がお通りになる道だから聖中って言ってですね、だからできるだけそれは、まあ、遠慮して隅の方を歩いていってくださいと。これも私も歴史勉強するようになって皆さんに教えていただいたことです。はい、そうですか、はい、じゃあちょっと右端の方ですね、
そうですね歩いていきます。はい、水屋があって、その横に荒人神社薬師というのがあって、由緒書きが木の板に書いてありますね。はいはい、イザナギの狼、つくしの姫家の立花の小殿は萩原にて禊ぎ払いし玉石時生まれたのが住吉、狼というふうなことが書いてますね。はい、この中川町には日本書紀に載っているものが2つあるんですね。ほうほうほう、はい、それは一つは轟の丘、轟の丘、はいはい、もう一つが作田の宇奈で、作田の宇奈で、はいはい、でこの2つがどうして日本書紀に載っているかと、はい、そのつながりというのがこの荒人神社からなんですね。そうなんですか。はい、で先ほど神宮皇后は大陸遠征に行かれまして、この荒人神に守られて戻ってきたと、そこでその御礼のために神宮皇后は、はい、一の遺跡という石を作るんですね。はい、そこから取水して作田の宇奈でという、これは古代の人工用水路なんですけれども、人工用水路のことを宇奈でって言うんですか。はい、はいはい、でそれはもう7つの村々を通ってやがてまた中川へと戻るというもので、その長さが約 5.5 キロというすごい長いね宇奈でなんですけれども、でそれを作られて、この荒人神のために神の田とか言って水戸城、水戸城、はい、はい、まあそれを作るために宇奈でを作られたんですね。やはりこう田んぼには水が必要ですからね。はい、いやそれを作るために、要するに宇奈でというのは、まあ、溝といいますか、水を中川から引っ張っていって、はい、それで5つの村を通して、はい、また元へ戻してやる、はい、そうです、そういう、はい、まあ、溝を作られたわけですね。はい、そうですね、はい、でそしてその神殿を、作るために、神殿を作るためにそういう溝を引っ張ったわけですか。そうです、あの神の田、水戸城ですね。水戸城ですね、はいはいはい、その田んぼには水が必要だということで、その水を引くために作田の宇奈でを作られた。でただこの日本書紀に載っているものは、あの天皇様がこういうすごいことをしたよっていうものが載っているのが多いんですけれども、やはりそれに乗るからには国を挙げての大事業だっただろうということが想像つくわけです。はい、そうですよね、はい、そういう、まあ、5キロ近くね、はい、水を作るというのは大変な事業ですよね。はい、その当時のことを考えたらですね。はい、わ、はい、分かりました。はい、そして今度は場所を変えて山の方へ向かいます。細い山道を登り、なめり、このなめりというのは南に面する里と書いてなめりという場所へやってきました。山の頂上付近で苔むした石段が道路の横手に現れました。ここは今から階段を登っていきますけども、ここは何というところですか。はい、これは滑地区の戸板というところですね。戸板、はい、戸の板でいいんですね。あ、ちょっと待ってください。はい、ちょっと扉がありまして、ここからそうですね、割と高いところに小屋がありますね。そこまで登っていくんですね。はい、じゃあもうちょっと古い石段ではありますけれども、気をつけないで、はい、はい、じゃあ登っていきます、うん、まず18段ですね。そうですか。はい、次が23段です。18段登って23段。はい、はい、ちょっとフラフラしておりますけども、かなり急な階段を、登ってきました。あとそうですね、
あと数段です。そうですね。でここで石段が分かれてますね。あ、2つに分かれてます。はいはい、右の方が古い石段で、まあ、18段ありまして、ええ、左の方は新しい石段、まあ、新しいといってもこれでも結構ね古いですけどね、苔むしてますね。そうですね、21段ですね。で古い方の石段の方はですね、文政2年の鳥居がございますね。ほうほう。1819年。あ、これは鳥居という、ああ、目に入りませんでした。鳥居が右側に古い鳥居がありまして、背の低い鳥居ですね、2メーター半ぐらいの高さの鳥居です。これをさらに登っていきますね。はい、何か感じられますかここ。ここはもう中川町の神話の国なんですよ。はい、神話の国。はい、中川町はですね、もともとは南畑村で岩戸村、はい、で安徳村、3つの村の流れているのが中川だったんですよ。でそれが合併いたしまして、その中川から昭和31年にですね、中川町っていう風になったんですよ。はい、でそこの岩戸村の名の由来、これはですね、はい、ここは岩戸村になるんですね。ここは岩戸村です。岩戸村の名前の岩戸の由来、由来なんですね。はい、これはですね、貝原越権の筑前国食不土記の方ですね、はい、に書いてあるんですけれど、天照大御の神が須佐の御子の弟の須佐の御子との荒くれに腹を立てて天の岩戸にこもってしまいますよね。その岩戸の片方があるというふうに書いてあるんですよ。じゃあもう片方はどこに行ったかと言いますと、まあ、太刀の尾御事がポーンと跳ねまして、今の奈良県の宮戸町の宮戸町、はい、片戸明神というところに飛んでいってしまったというふうに、まあ、その貝原越権の書かれたのには書いてあるんですよ。はい、そしてその時江戸時代からですね、はい、この一枚の大岩には大日如来様がこう彫り込んであるんですね。はい、今からご覧になられますか。その高さがですね、はい、5尺1寸だから、1メートル53センチですね、約ですね。はいはい。そして苔むした石段の上の神社の拝殿の後ろに回りますと、その後ろ側に行きましたら、ここにすごく大きな岩があります。この岩の大きさがどのぐらいですか。はい、まあ、この岩の大きさがですね、高さが、まあ、6.5 メートルぐらいですね、約で、その長さといいますか、幅ですか、幅ですね、これが15メートル、15メートル、はい、約ですね。はい、この神社の屋根の裏側にあって、岩の上が見えました。はるか上に、岩の上がありまして、そこに、仏様が彫ってある大日如来様ですね。大日如来、はいはい、大日如来の大きさが、まあ、2メーターぐらいの高さのものですかね、お座りになっているという。地域の方はですね、ここの、まあ、大日如来様の岩を少し削って、その砂といいますか、はい、それを袋に入れてお守りにしたそうですよ。そういえば削ってある跡がありますね。少しね。ありますね。お守りになるんですか。まあ、大日如来様が守ってくださるというようなね、思いもあったんでしょうね。この大日如来が、まあ、蓮華に座っていらっしゃるということですよね。そうですね。はい、でこちらはやはりこうおこもりとかなさるため皆さんがこう集われるように、はい、板とかも、ね、貼ってありますし、はいはい、実際こうおこもりとかも合ってるようですね。あるんですか。はいはい。うん、で一応なんか地域の方に聞いたのでは、はい、まあ、7月の15日、まあ、祇園祭りがあって、7月21日27日に虫追いごもりがあって、11月の13日に日滝ごもりが
あるということで、うん、でそこ本当狭いところなんですけれども、うん、あそこに火を焚かれるということですね、うん、で昔はこういう瓦ではなくわらぶき屋根でしたよね、うん、昔はですね、うん、でも、まあ、近くで火を焚いても決してその火がそのわらぶき屋根には移らなかったというふうに、うん、はい、あの地元のおばあちゃんがですねおっしゃってありました。11月にお火焚きをするというのは意味があるんですか、はい、そうですね、あのこれはもう大体どこの、まあ、十六神社地域の神社さんもそうだと思うんですけれども、日本のお神様は10月に出雲の国に行かれます、はい、だから神無月と言いますね、で出雲の国では神在月というふうに言うんですけれども、はい、その地域のお神様がまたこちらに戻っていらっしゃる、うん、でその時にお迎えするための迎え火みたいな感じですね、火を焚いて神様ここですよっていう感じで、うん、迎えるっていう意味合いがあるみたいですね、そういう神事がここでも現在でも残ってるわけですね、はいはい、11月13日に火焚きごもりというふうに伺いました、はい、ご案内を歴史ガイドボランティア中川の城津美恵子さんにお願いしました。この続きは来週お送りいたします。 RKB ラジオの葉山さつきです。玄界灘のただ中に浮かぶ沖ノ島、この島では航海の安全と国家の繁栄を願った祭祀が4世紀後半からおよそ500年もの間行われていました。私は神宿る島宗像沖ノ島と関連遺産群の世界遺産登録を応援しています。それではここで古代の福岡の道レポート、中島理恵さんです。こんばんは。こんばんは。今シーズンも古代のロマンを感じるリポートをお届けしたいと思います、はい、まず今日はこの番組の本編前半に出てきました中川町の荒人神社、はい、改めてご紹介していこうと思います、現在の現に人と書いて荒人、うん、つまり人が現れると書いて荒人神社なんですよね。で実際にお会いしようと思って根木さんの花田秀則さんに会ってきたんですが、名刺に書いてありました、住吉三神元積屋、うん、やっぱり住吉神社発祥の地なんですよ、ね、大元はここだったというのがね名刺にも書いてるわけですね、で全国2000数百社住吉神社ってあるんだそうですが、そんなにあるんですね、住吉神社という名前になってないのはこの荒人神社だけなんですね。やっぱりそこには本編でもありましたが社殿にこういうふうにあることというふうに花田さんが教えてくれました、およそ1800年ぐらい前、神宮皇后が渡韓されし時に荒れ狂う玄界灘の海原で船のへさきにお姿を現され、逆巻く波風を沈め玉体を守り船を導いたことから、ことに神宮皇后は神恩に感謝しお姿を現されたことから荒人大明神の尊号を授けられましたということなんですよ、うん、まあ、この逸話もありますから沈めの神様として今もやっぱり人々に慕われてらっしゃるんですよね、はい、でさらに神宮皇后の住吉の神様への感謝の気持ちのエピソード、実は今も続いてるんですよね、その後に兵士たちに命じて相撲とやぶさめを持ってですね、神様の御心を慰められたというふうに伝わっております、それが現在でも続いておりまして、10月18日に行われます秋祭りでもですねやぶさめと相撲をですねご奉納してですね、現在でも神様のお心を慰めております。もうじきですね。じゃあそうなんですよ、うん、毎年10月の第3日曜日に行われておりますので今年は10月の18日でお相撲は今は子供相撲になってます。でこれがお昼1時ぐらいから始まって参加者がね結構多いらしくて50人以上になるみたいなので、うん、もう境内の中が子供たちの歓声、応援する大人の歓声ですごい賑やかになるんだそうです。博多区にある住吉神社ではね子供が相撲を取ったりってねよく紹介されてますが、荒人神社でもこうやって、はい、神事が行われてるわけなんですね。元宮ですからね、うん、そしてさらにありますのがやぶさめなんですが、これ神社の前にちょうど町の道路が通ってます。幅が3メートルぐらいしかないんですが、うん、
ここを馬が走って、やぶさめを行うわけなんですよ。ですからすごい、その馬走るんで3メートルの幅ですから迫力がすごいそうなんです。であの的はですね、その杉の木の薄板を編んだものでして、矢がパンと当たるとこれがパーッと弾けて飛ぶんだそうです。でこの砕けたこの杉の板のかけらを持って帰ると縁起物としていいっていうんで、皆さんがパーンと弾けて、このやぶさめが終わった後は一斉にその杉の板で駆け寄って持って帰るなんていう姿も見られるんだそうです。このやぶさめ、2頭の馬が登場しますが、まあ、あの馬のお気持ち次第というところもありますので、だいたい3時半過ぎぐらいから神事が始まって、その後宮の子拝殿の前を3周回って、それから位置につくというふうなタイミングになるんだそうです。でびっくりしたのが、いかに皆さんに愛されてるか、この荒人神社の前のやぶさめをする道路、よく見ると色が赤いんですよ。やぶさめのためにこの色になってる。実は陸上競技場なんかでよく赤い色の樹脂がかぶせてあります、はいはい、あれと同じように馬のひづめが傷まないようにと、ここだけ整備されてるんですね。整備してあるんですよ。やぶさめのための赤い、まあ、舗装というんでしょうかね。びっくりしました、こういったところも行って初めて気がつきました。あとその地元の人たちからの、ね、やっぱりこう愛情というんでしょうか、慕われているのがよくわかるのが、拝殿の前に一握りぐらいの一束になった稲穂がずっと貼り付けて飾ってあるんです。これってよくお札とかあのお守りいただいた時に初穂料って言いますよね、あの言われのもと、その年の実りを神様に捧げる。もともと稲穂だったんですね。そうなんですよ、これが貼ってあるの。そういうスタイルが見られるのもこの荒人神社の大きな特徴かもしれません。出かけるときは西鉄バスの荒人橋のバス停、もしくは中川町の中を走るコミュニティバス川蝉バスの荒人神社前で下車してください。古代の福岡の道レポートは中島理恵さんでした。番組からのお知らせです。この番組のホームページのご案内です。今日の放送からじっくりと振り返って楽しむことができます。 RKB ラジオのホームページの番組表を開いて、古代の福岡を歩くをクリックしてください。この番組は宗像市靴市の企画協賛、道の駅宗像、福岡県商工会連合会、餃子の山八の提供でお送りいたしました。坂田修大でした。樋口清則です。僕が喋る我思うゆえに我ありがラジオを飛び出してポッドキャストで放送中です。僕の持論哲学を RKB アナウンサーの武田紗恵アナと喋っています。固定観念や既成概念をぶち壊す、ポッドキャスト番組我思うゆえに我あり、ぜひお聞きください。